金子 A は、日本の銀行家。富士銀行取、会長。第六大プロ野球コミッショナー。1961年ランジ法賞。1970年君に等、曲日、茂光明を受賞。新潟県小路屋市名誉市民。新潟県立小路屋中学校、管理第七高等学校を経て、東京帝国大学政治家を卒業。帝大時代は、 大正デモクラシーの時代でもあり、老山正道、福岡誠一らと社会改良に関して語り合う一本筋の通った青春時代を送った。1924年、安田銀行へ入校。1949年、副藤取。1957年、藤取。1963年、会長。1975年、顧問。明治生まれの甲骨のバンカーとして知られ、 会長に退いてからは、在会で活躍。また大の巨人軍ファンであったことから、政財会人で、講演組織、無名会を結成。初代会長に就任した。1965年8月、日本野球機構のプロ野球コミッショナー委員会委員に、就任。1969年10月、同委員会で、宮沢敏義委員長。 中松淳之介の三人で黒い霧事件の対応を審議。池永正明の永久追放を強行に主張し、実現させたと言われる。また、ドラフト制度の導入に尽力した。1976年7月、大浜新選の指去を受け、第六大コミッショナーに就任した。1978年の江川事件の事案処理では、当初、金子は、 江川が巨人と結んだ契約は無効で、ドラフト会議で指名した阪神と入団交渉を進めるべきであると発表。世論の多くの支持を得る。しかし、巨人に新リーグ構想で揺さぶりをかけられ、12月中旬でありながら、翌年の開催日程も組めない事態に追い込まれた。それを受けて、江川が阪神に入団後、巨人にトレードという強い要望を発表。 朝礼誤解と世間の非難を浴び、1979年2月、避難を踏まえコミッショナーを辞任した。金子は、江川事件について、最後まで自己弁明の機会を設けなかったが、晩年に至っても、プロ野球については、新聞記事を見ることさえも嫌っていたとの話も伝わる。1982年2月24日、呼吸不全で、 東京医科歯科大学医学部附属病院で死去。81歳。郷里の小千主白山運動公園内に、金子の胸像が混流されている。1978年の日本シリーズ第7戦では、ヤクルトの大杉克男が放った、ホームランの判定に抗議し続ける阪急の上田、理事監督に対し試合の再開を説得した。金子が説得する肉声は、中音マイクを通じて、 テレビでも放送された。金子は土器を含んだ声で、わしが頼んでもダメか、を繰り返している。作家の近藤結野は、金子の同活とも取れる傲慢な態度と、その説得力のない言葉に、俺の酒が飲めないのかと下戸の後輩社員を責める、酔っ払いのサラリーマンと同じレベルだと、著作で述べている。この時までに、上田監督の要求は、審判を変えてくれ、に変わっていた。 ありがとうございます。